はい、本日の字は伏せるですね。伏せる。現在であれば動物愛護団体とか騒ぎ立てるんでしょうけれども、まあ数千年の昔、中国ではね、生贄に犬を使ってました。王様が墓に埋められた時に、王様をこのあらゆる敵から守るためにね、鼻の鋭い鼻の利くね、犬と強い武人を一緒にこう埋めたんですね。まあ実際にそういう細菌を埋めて、そういうのは掘り起こしたところ、そういうのが実質物証として出てきているようですね。まあ、それを表したのはこの文字です。この場合、この人弁というのはあくまでも人を表せるんでなくて、あくまでもこの場合は武人を表しています。陰の時代だったかな、古い墓を掘り起こしたっていうのは、先ほど言ったようにね、古い墓を掘り起こすと、こういったものと武人とこう犬が一緒にこう見つかってるってことなんですよね。まあ日本も含めてね、世界各地では生贄の思想っていうの結構ありましたし、実行されておりますけどね。北海道なんかでもトンネル作る時、人柱とかね、いろんな人埋められてるっていうのも事実ですし、まあそれも見えないものへの畏怖とか感謝がそうさせるもの、ある一面そういうものをそうさせるものですから、まあ見えないものへの観念とかイデアっていうんですか、ありすぎてもなさすぎても困りますね。まあちょうどいいのがちょうどいいんでしょうけれども、どこにライン引くのかがちょっと難しいのかもしれません。以上です。